でもできたらいろんなことをお話ししていきたいなと思っておりますんで、そうですね、はい、でもとってもあの英語っていうか外国人行くと今日も外人すごい、はい、グローイングアップのですね、そうです、連中も来てるし、ね、それから今週の爽やかさんもアメリカの方だし、そうだ、でもアメリカとか今海外行く人いっぱいいるけども、はい、外国行くとやっぱしウフーンとかシュワーとか、そう、そういうこと言ってれば大丈夫、とにかくなんとかなるね、シュワー、グッドモーニングとウフーンって言ったら、グッドモーニングって言えばね、で今日もあおはようございます、夏休み入った人います、あ、いますね、もう結構。やった、すごいですね、なんか嬉しい、ね、え今日はあのイスラエルの映画、皆さんよくご存知だと思いますけど、グローウィーラップのメンバーです、ね、今日本に来てるということで、今日はまず最初におはようスタジオに来てくれたということですね、嬉しいですね、私もうあの洋画なんかではもう役なんかなさってます、戸田さんとかでもおはようございます、おはようございます、おはようございます、ウェルカム、ハロー、自己紹介をお願いします、カメラあっちですから、イフタ、カツオ、イフタックン、はい、ザクリノイ、ダッキー君、はい、ジョナサン・セガウ、ジョナサン、はい、ジョナサン君、ね、はい、もう映画ではね、皆さん、私も拝見してきたんですけど、はい、皆さん映画見てどうだった、もう最高に良かった、もうトラさんみたいにね、絶対にこれはもう見なきゃいけないっていう感じだった、夏っぽくてね、 Thank you very much. The best picture in the for the summer.Thank you very much. あの質問、あのね、ラブシーンがあったんですけど、あれは本気でやるんですかって聞いてください。Well, you had a lovely love scene in the film. Did you do it for real or just it's acting? No, it's just an acting. あれやっぱり演技ですか。あ、よかった。演技ですか。It was very. ベンチは前行ったことありますよね。You've been in Tokyo right before. Yeah, it's my second time. 二度目でございます。二度目です。他の方は皆さん。And he彼も。I was 3 years ago. 何年前？彼が初めて。First time. どうですか？ And how I did? Enjoy yourself. I'm in love with the place. 映画の中ではとってもあのなんて言ったらプレイボーイなんですけど、実際はどうなんですか？ So you always played a swinger in the film, but how about you yourself?Oh, I like that question. I don't know. I'm sorry. で今日ね、うちのやつさんがですね、もうベンジーのことが大好きなんですよ、昔から。And she loves Benji, you know, the character you play. 彼役ですけど。どう思う、どう、ごめんなさい。わかんない、二人が歪んでますけどね。I'm sorry. どう思いますか？変な質問ですね、私も。Embarrassed? でも恥ずかしい。だって恥ずかしいですか？で、いつも外国の女性の方が来る場合は、僕が、あのキスをせあの要求するんですけども、今日は男性なんで僕とキスしたら気持ち悪いでしょ。Well, you know, she asked for an accident. Yeah, he asked her to give you a kiss, but you know, you're bored. Kiss me? Ah, but 彼女が入って、ね、朝たちに行かなきゃまずいよ。おお、ベンジの唇の感触はいかがですか？あのぬるぬる。納豆じゃあるまいし。さてこのグローミングアップ5のですね、試写券を100名様にプレゼントでございます。はい、これは7月の25日、ちょっと朝のことってやってよこれ。7月の25日、銀座ガスホール。もうすっかり今日からもう俺帰っちゃうと思うんだから、デレデレしちゃってますけども。ねえ、でもよかったらぬるぬるしてて、ガスホールでございますんで、よかったら申し込んであげていただきたいと思います。さて、それじゃあベンチ、乗っけてもらおうかこれ。やったな、後ろに出前聞こえてないけど。ねえ、おう。ねえ。おお、他の2人は僕と一緒に、ね、おじゃあ皆さん先週1週間のご迷惑おかけしましたから、このままあのベンチと一緒にイスラエルにでも帰ってください、バイバイ向こうへ、いや、はい、あ、トラさん、なんか言ったか、 You will come over here. カメラが見ないと、あ、そうか、カメラこっち向いてくれってさ、どうしても言いたいことがあるって、はい、どうぞ、はい、日本の皆さん大好き、これを言いたいために今日は朝早く起きてずっとスタジオで待ってたわけでございますけどもね、 Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. どうもトラさん、ありがとうございました、あ、どっか行っちゃいましたけどもね、皆さんはね、それでは一つ、僕はね、ベンジーよりもこちらの方が可愛くていいですね、加藤京子ちゃん、どうぞ、
60歳からの英会話でございますけども、今日は夏休みが近いのでね、卒業試験ではございませんで、ちょっと課外授業ということでね、実際ちょっと思考を変えてやってみよう、うん、安田先生、一つよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。何にとるんですか。いやー、足が綺麗ですね。この辺が太いですね、安田先生はね。何これは。さて、それでは生徒さん早速入ってたよ、はい、生徒さんどうぞお待ちください。自己紹介を、はい、じゃあの方から、はい、埼玉県あの松戸から来ましたイアンダです。どうもよろしくお願いします。大宮から参りました。渡辺朝也と申します。顔が大宮してますね。私大田区から参りました浅見文枝です。ああ、そうですね。みーちゃんよろしくお願いします。ハワイ生まれの3人の姉妹です、ね。いや本当なんですけどね。全くあの英語を忘れております。今日はですね、外人男性とデートしますから、よろしくお願いしますね。今日は課外授業。いや、ため息つかないじゃない。驚かないね、どうしよう。なんとかそういう話をよろしくお願いします。外人男性とデートいたしますんでね。で、例えばそのどういうふうにやるかっていうと、じゃあ私とあたってちょっとやりますからね。はい。あ、場所設定は海、わかりますね。はい。浜辺ですね。はい。ここは海ですね。どう来てるんだろうね、ありますね、はい、はい、ここ座りますね、うん、座ってデートして、嫌がらない、ビューフル、ビューフルだね、うん、Thank you。 What's your name? アダ。は？アダ。アダ。Yes, アダ。Ada. Yes. Oh yeah, good name. Thank you. I love you. What? Yeah, no. Do you want to eat something good and drink? What? Something to eat? Yeah, something to eat. Yes, why not? Oh yeah. Yes. What? Wine? Why not? I said, not wine. Why not? Get the name. Oh, beautiful, beautiful. Oh. Yeah, beautiful girl. Yeah, I love you. Yeah. You're Could you tell me your telephone number? What? I want you tonight. Yes, I need you. I love you. Ada. まあ、何を言ってんすか。このようにちょっとやっていただこうっていうの。そこまでやるんでください。はい。それでは外人のゲストの方をお迎えいたしましょう。今日はですね、グローイングアップの3人の方です。これはベイビーラブ、グローイングアップ、もう5作目ですね。はい、でちょっとせっかくなんですけど、貼ってみますね、はい、おい、ちょっとこれも貼ってね。はい、じゃあペアを考えましょうかね。そうですね。最初やっぱり最初いきますか。安田先生何ですか。最初じゃあいきますか。あ、組み合わせ何するんですか。挨拶、挨拶じゃなくてほらもう実際座ってデートあ、はい、いきます。はい、どうぞ。じゃあ、はい、頑張ってね。デートでございますから珍しい組み合わせでございますから。どう襲ってたんだよ、アクション。すごい、もう座っちゃった。もう座っちゃった、はい、もう出てブリーズ。あ、すごい。
ハロー。マイネーム、トヨノイヤノ。マイネーム、イフタカツオ。イフタカツオ。イフタ。イフタ。イフタ。ノノノ。イフタ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 じゃございません。イフタじゃございません。イフタ。イフタ。カツオ。カツオ。What's your name?What is your name? My name? Yes. Toyono Iyano. Toyono Iyano. How do you do? Hello. Your name?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 覚えたんだけど、いやいや、まあ、結構いいですよね。結構ね、よく通じたね。結構通じてますよ。ああもっとなんか、もっと積極的に申し訳ない。I love you. すっぽアロハ直接的に来たよ。ほらもう決まった。タモリさんよりすごいです。すごいね。決まったんで続きませんが、先生何喜んでるんですか。あだ先生、はい、じゃあ次行きましょう。はい、組み合わせはねえ、何もね、ええ、かわいそうね、私は年寄りでしょう、若いでしょう。いやいやいや、かわいそう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 Hello, mama. はい、じゃあ頑張ってね。頑張ってないよ、はい。やだわ。こんにちは、アシュダン。あ、なんつったらいいんだろうね。もうなんなっちゃったの。もうちょっとくっついたわ。やだ。悪いよ。いや、悪いよ。ちょっと年寄りなのにさ。She shouldn't feel sorry. I feel happy. Yeah, it's okay. Go ahead. Oh, well.こんにちは。日本語のがわかるよ、私。これ当たり前です。英語勉強してるんですか。なんか話しかけたら。なんつったらいいかしらね。なんでもなんでも。二人だけです。なんつったらいいか。海が消えて、なんでも名前。アジフネイに言えないね、私。Yeah. Oh, do I ask what's your name? Oh, what's your name? Name. 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 Name.ブリジット・バルドって。ブリジット・バルド。なんて意味だかわかんないんだから。マリリン・モンロー、maybe they know。ブリジット・バルドって言っちゃえっつったら。ブリジット・バルドって私なんて意味だかわかんないんだから。無理でしょ。じゃあ、次の組み合わせは面白いと思いますよ。次の組み合わせ。背景的に同じという組み合わせ。なんか椅子ちょっと小さいんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。それじゃあ、はい、このペアが最高です。このペアが最高です。 What did she say? My name is... No, I should tell you. No, it's okay. Just go ahead. Anything is okay. Anything is okay? Yeah, sure. Anything is okay. How are you? I'm fine.My name? Oh. How are you? すごい、how are you? 言ってるじゃん。So I'm looking at your dating. Yeah, yeah. My name is Saki Noi. What's yours? My name is Asayo. Asanabe. Asayo? Asayo. Asayo? Asayo. Toshi. Toshi? Toshiba. Toshi. 英語で言わないじゃん。Toshi. Toshi. Six?シックス、スリー、うん、こっちので違う。シックス、スリー。 What is this? シックス、スリーじゃ分かりませんよ。シックス、スリーじゃ63って意味になりませんから。63、63って意味ですよ。
日本の学校の制度と勘違いしますからね。63 years old. What's your name? もう一回。Hawaii 生まれ。Hawaii 生まれ。Hawaii 生まれって言ってたから。She was born in Hawaii. Ah, she was, ah, yeah, yeah. In Hawaii. Two. Twice? 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 二回生まれたのかって言う。二回生まれない。Hawaii. 二回生まれたと思うよね。二歳までいたってことでしょ。2歳まで。そうです。いや、そうです。You dance Hawaiian dancing? Yeah? できる。できる。あ、できる。フラダンスを一つ。フラダンスを。でも、ダンスなら。No, you can do just like this. You know? But you can dance. 一緒。What? 一緒に踊る。What? すごいですね。ダダディディダダ。はい、それじゃあそのままの姿勢で、それじゃあですね、皆さん方にキスをしていただきます。なんだよそれ。いいじゃないか。なんだ、おばあちゃんだからもったいないって言った。まあ失礼ね。ごめんなさい。心の準備ができる前にですね、このコーナー本当に怒ってるみんな。怒ってるね。このコーナー夏休みと特別のことなんですね。青年隊がご説明申し上げます。はいはい、お知らせがあります。今日はそれぞれモノマネ風にお知らせしてみたいと思います。こんにちは。ありがとうございます。なかなかいいね、音楽だったんだ。ねえ、これちょっと気になるんですが、これは何のものWhat is it? What is it? It was given to me as a present by a Japanese fan. I don't know what it says. あの、ファンの方からプレゼントでいただいたんですけど、なんて書いてあるのかよくわかんないんですけど。はあ、ここにするというのはすごいですね。これ。ああ、結びつけて。It's a great fashion that you're wearing. Chinese to your parents and looks good. これ、日本の田舎に行くとよくじいさんがね。さあ次のゲスト行ってみましょう。続いてはイスラエルからグローメンアップ3人組。キュウイ、ボビー、ベンジです。そして山田さんです。どうぞよろしく。はい、そして次のゲスト、シンガリは香港からハンキンポーとユンピョウのお二人です。はい、ここで謝らなきゃいけないんですけど、なんだ、ジャッキーもね一緒に来るはずだったんですけど、そうなんですよ、お母さんの病気のことでちょっと会えないので、どうもすいません。なんだ、せっかくビールおごってやろうと思ったのに。何を考えてんのお前。まあしかしここにジャッキーチェーンが来れば大変なもんですけれども ね、まあ、後でですね、ジャッキーチェーン本人のね、メッセージ VTR がありますので後でご覧ください。しかしね、山本君、あなた一人でね、この香港とイスラエルのあんた、そうだよ、あのアイドルを相手しなきゃいけないんだから大変だよ。頑張んなよ。任せてくださいよ、和田さんがいるんだもん。喧嘩になっても勝てます。喧嘩は私の方が強いと思う。何言ってんの。あのさ、グレス、はい、ところでさ、彼らにさ、この3人 の、 私たちの中で一番誰が女性っぽいかちょっと聞いてみてください。女っぽい、女っぽい。Who do you think, which is the most beautiful and feminine among the three of us? It's very typical. うわー、やっぱりね、言葉が通じなくても怖いということはわかるんですね。一番
カン。しかしこのヒューイってのは本当面白いんだよね。Who is the most eldest? Who's the oldest among you three? He? 本当に？いや誰が今一番年上かって聞いたらね、みんなヒーヒーって言っておりますけどね。ヒーでしょ？え？誰だろうね。誰？まあ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 いいや。まああのね、3人はですね、あの日本にいらしたの今回初めてだそうなんですけどもね、こちらのあの香港の2人組とですね、2人組って変な言い方ですけども、お二方と後でですね、日本についてどれだけご存知かね、日本クイズってのやってみたいと思います。こっちはもうね、グロインアップでもあのご存知ですけども、こちらはですね、ジャッキー・チェンさんとあの共演なさってるあの呉服生っていうね、映画のキャンペーンのために来日してくださったんですけども、日本は何度目ですか？3回目です。あ、3回目はサンチっていうの。あ、こちらの人なんか柴田恭兵さんみたいな。お豆腐作ってますかとか。まあまあでもさ、大体ね、外国からね、いろんな方来てね、あの日本のことを聞くとね、必ずみんな褒めんのね。日本についてどう思いますかって、いや素敵だとかね、女性はどう思いますかって、綺麗だとか。だけど一応はさ、日本の女性ね、どういうか一応嫌い。你覺得日本嘅女仔點樣啊？足が大きいって。あ、いる？あ、声がね、すごい太いって。それ和田さんのことじゃないですか？ちょっとこっちに聞いてもらう。あと足が臭いとか言ってませんか？ What do you think about the Japanese women? Beautiful。 あのね、顎が出てるって。お前ら今分かるよ、セクシー。ああいう日本語ぐらい分かるよ、ビューティフル。何が顎がないよ。ちょっと聞いてみましょう。うん、マッチ食べてますね。マッチでーす。あのね、目がつり上がってるって。今下顎が出てるっつってたよ。顎って大体下にあるもん。嘘、今ね、セクシーとかね、女っぽいとかね、すごく情熱的って言ってました。まあでもね、この3人を見てね、日本の女性だと思われちゃいけないんでね、早速今週のザ・芸能界行ってみたいと思います。どうぞー。恐怖と戦慄のバイオグラフィー、今下される血の叫び。今日のイケメンははるばる海を越えてやってきました。ニューいやー、しかしこのコーナーもね、すごいですね。国際的になってまいりましたね。3人のゲスト、もう国際色豊かでございます。いろんなゲストが来ましたけど、はい、本当に短パンでね、本番中に足を組んでね、でポケット何手に持ってる方、タバコ持って出てくる芸能人も珍しい感じでございますけども、はい、今日の生贄はですね、ヒューイこと、この名前が難しい、はい、ツワクイノイさん、そしてもう一人、ハンキンポーさんは香港ポーって言うんですけど、香港ポーでもね、みんなも呼んでるけど、ニックネームはサンモーって言うんですよ。サンモー、はい、ああね、でもややこしいからもうハンカンポーね。、はい、そしてもう一人、山本陽一くんです。はい、まあちょっとね、あの、そう、血液型診断を信じるかどうか聞いてくれる？ Do you believe that by knowing your blood type, people can understand your character? Sure.Absolutely. 我絕對信住你的。你信不信啊？佢話知道你究竟係咩血型就知道你嘅性格。我唔信啊！自分嘅性格都唔信。點解唔信？試下講出講出。總之我唔信啦，我唔知冇理由話佢點解唔信。とにかくあんまり信じないです。こっちは絶対信じるっていう人と、そっちはいいんだ聞かなくても、もう後で結果見りゃ分かんないから。もうだって日本語なんだもん、頭痛くなってくんだもん。はい、分かんないのよ、本当に。いいわね、あんたはいっぱい喋れて。小さい頃からね、そういう風になってたから自然と覚えちゃったの。自然と覚えちゃった。はい。はい、次。今日はですね、ちょっと思考を変えてですね、はい、あんたと私じゃ見てみよう、二人並ぶとアップも小やしね。こうやってしないとどっちかだと切れちゃうね。はい、血液型から性格を割り出すんじゃなくてですね、はい、性格から血液型を、推測によしてみようっていうことですね。あ、いいですね、反対で、はい、うん、あのまだあのやかましい先生出てくるんですか？もういつも通りのツッコミでございますけども、あの人が出ないとやっぱりこのコーナーはね、そのバカさ加減が出ないんですよ。それでは呼んでみましょう、ドラキュラ稲田さん。待ってください、そのアチョーってね言うんですけどね、ホンコンパーさんが嫌がってたよ、本当に。そのアチョーってのは何なんですか？どういう意味？アチョー、夏はアチョーなーっていう、ね、今日はですね、外国からお客様がいらしてるんですから、やっぱり真面目に何を言ってんだ。出る時は出かけずに、あ、逆ですね、逆でした。あ、早速お願いします。マイクを全然無視しておりましたけどね。今日はですね、だから性格診断によりまして、はい、性格で、うん、
校によってその後血液型はこの人は何だろうっていうのを私は当ててみせましょう。まずね、キュウイさんから言ってくれる。キュウイの場合はですね、小さい、喜んでないです。もうユッキングチェアの沈みが普通じゃないぞ。No, no, don't worry. Don't worry. It's okay. 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 It's okay.お前それ日本語の発音ただ言ってるだけ。日本語でしたね。とにかく2人の女性が出てまいります。見てください、どうぞ。B-type? U-type. Sure, yes. U-type is B-type? Yeah. Your blood type is B-type? Sure, you want me to test it? You want me to test it? Yes. Oh. B-type? Yes. You have to say something like that. You have to say something like that. What's that? I'm just going to say something like that. Really? I'm going to get angry. You're getting angry, sister. I'm going to get angry in front of a foreigner. I'm going to get angry in front of a foreigner. I'm going to get angry in front of a foreigner.次はですね、ハンキンポーさんやってみましょうよ。ハンキンポーさん、ハンキンポーさん、言いにくいでございます。ハンキンポーさんはね、違うやり方やります。違う、同じようなね、手じゃね、私もね、そこまでまだグレておりませんからね。これから5つに切ったスイカが出ています。スイカ、スイカ、ウォーターメロン。どこの部分を取るかによってハンキンポーさんの血液を取る。もう一番最初のを取る。ほとんど投げやりでございましたね。うるさい女が何か言ってからっていう感じ。あ、食べるなよお前は。またそれをほとんど投げやりがですね、はあ、そして周りにもこうやって気を使ってるっていうのは、うん、大型リーダーシップを取りやすい、はい、大型、うん、ちょっと聞いてみて。では、我放一查查我先玩不听吗。香港帰って調べてからじゃないと分かりません。あんまり外国の人ってのは血液型自分の知らないのかね。あ、私も日本来るまでは知らなかったの。欲しい人、欲しい人。はい、関節キス、関節キス。もう私ね、ただならぬ関係。ポンポンさんが食べた、ね、ヒューイが食べた後だったらいいよ。今の言っとくけど、クリコも食べたんだよ。すまん、すまん。まあまあいいけどさ、雑菌が。あ、なるほどね。大型、調べていただきたいと思います。はい、そしてこっちはいいか。こちら、いやいや、やっぱりね、よじくんやってみましょう。よじくん、そっちはいらないんだ、あんた別に。そうでしょ。こっちは通訳いらないよ、別に。ホッとするわ。帰ってきたんですけど。なんか私、ね、すごくホッとした。よじくんとこ来ると、日本語で喋れてる。ねえ、ほんま。な？三分やうや。困った人ですね。何言ってんの。よいちくんの検査はですね、パンツ。パンツで占います。あ、彼はだってパンツならっていう映画でデビューしたからね。そう。これからね、二つのタイプの下着が出てまいります。やったぞ。一つはこれだ、もう一つはこっち。ふんどしのデカパン。さあ、よいちくん、どっち？カムキンって中には。何を言ってんの？だから今はね、デカパンがいいっていうことでした。私申し訳ないけど、今思わず台本でもう昔のなんか噂のチャンネルを思い出しちゃった。今笑かしにかかっておりますけどね。デカパンを選んだ、デカパンを選んだということは、ふんどしはちょっともうほとんど異常ですね。山田くり子の世界でございますが、デカパンはまあね、どっちかって言ったらノーマルな方で、それでいて、まあデカパンという名前がなんかクスッと笑ってしまう。みんなとなんかこう輪を作りたいな、それでいてちょっと目立ちたい。デカパンですよ。たまにグリグリってあげてね、ほらふんどしにもなるぞとか、いろんなことができますからね。そういうことで、お、大型です。あんなこと言ってますけど、本当にどう？さあ、どうなんでしょうね。知らない？血液型自分の。大型です、僕。あ、じゃあ合ってんじゃん。あんた余計なこと言ってんだら聞いてくださいよ。
前に立ち塞がりました。なんでもないですけど。まあしかしということは割と今日は当たってたんですね。そうですね。3人の中でもしかすると3人当たってるし、もしかすると2人だけ。ねえ、っていうのはそもそもあんまり血液型調べないのかな。そう調べないんですね。あ、そうか。まあでもね、この後ね、またね、両者でですね、日本についてどれだけね知ってるかっていう面白いクイズがありますからですね、楽しみですね。今日の、ゴリラの生贄は、はい、3カ国対抗ゴリラの生贄でした。コマーシャルどうぞ。これは本当に今時ね、私たちもあんまり聞くことない音楽ですけども、今日はですねスタジオにやっぱりあの国際的なねスターが来てくださったんで、日本のことをどれだけご存知かというねクイズをね、いよいよ来ましたねクイズ、日本の芸能クイズ、日本の芸能クイズ、はい、まずそれではメンバー紹介しましょう。こちらグロインアップで、おなじみのヒューイー、ヒューイー、そしてBobby がこちらですね、うん、Jonathan. Bobby, you're getting introduced. Hello. 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 Hello.わかんないですね。はい、そしてこちらはユンビューです。汗びっしょりかしましたよね。私も大変ですけど、ね、すごい汗が今で台本があったりもう話せないんだもん。あのちょっと日本のことについてね、はい、自分ではあの日本のことはほとんど知ってるかどうかちょっと自信のほど聞いてくれます。これは全部ね、知道が知道、知道が日本の芸能人知ってるかどうか、知道有幾多日本の歌星或者明星你知道邊幾位？知道好多位。不過我記性不好，唔知先忘記曬佢哋嘅名。いっぱいしてますけど、名前忘れたっていう。なるほどね。はい、そしたら全然知らないのと同じやん。千年真一啦，嗰啲啦，即係大波次郎啊、山田文郎啊、真田光司啊嗰啲啊。大多役者さん。あの全部アクションさん多いんですね。あ、なるほどね。はい、はい、こちらはなんかね、じゃあもう雑談に花が咲いて先生盛り上がってますけど、え、イスラエル対中国のね、香港の戦争になるって、これはあ大変な問題です。そんな堅苦しい問題じゃございません。さて第1問です、はい、ちゃんと通訳してくださいよ、はい、お願いします。いきますよ。まず VTR を見ていただきますが、3人のうち、これから出ていらっしゃる3人のうち、たった1人本物の女性がいらっしゃいます。よく見てくださいよ。さてそれはどれでしょう。お客様教えないでよ。さてそれはどれでしょう。よく見てください。たった1人本物の女性。This is A. This is B. This is C.さて、この中に本物の女性がいるんです。さて、誰だと思いますか。すごい問題。さあ、正解は、行ってみてください、どうぞ。もう先に挙げておりますけどね。両方 C ですね。ちょっとなんで C 選んだか。点解 C 呀？係唔同啲嘅，真正嘅女性睇出嚟係柔和好多嘅，同埋啲妝扮同埋皮膚啊，都睇得出係即係柔和，完全柔和嘅。本物の女の人はもっと柔らかくて肌が綺麗だし優しい感じがする。あ、そう。こっちはなんで硬いですよ。She has the smallest beard。あの髭が一番短かったそうです。髭が一番短かった。Because we know her。知らないよ。いや、はい、だからじゃないけど。正解はこれです。はい、当たった方に権利をお願いします。しかしこれ外国の方が言うからいいけどね、島倉さんがもし見てたら大変だよ。あげたよちゃんと。それでは第二
にも行きますよ。また VTR を見てください。次の VTR はある日本の女優の記者会見の VTR ですが、その記者会見とは結婚記者会見でしょうか、それとも離婚記者会見でしょうか、それとも引退記者会見でしょうか。どうぞ。もしかしてどうぞ。ベッドに中断したいぞ。じゃあもしかしたらお別れのセックスなどもあったわけですか。いや、そういうことはありません。もう最高なんですね今本当に。だから彼にも言ったんですけど、一番その変わる人がいることが今私一番いいと思うんですけど、もう何でもやっちゃう。はい、こっちこっち、やっちゃった。はい、これは結婚か離婚か引退か、これは日本人の音楽が終わったら。はい、どうぞ。Wedding. 3, 2, 1, freeze! 3, 2, 1, hey! Hey! Which one? What's the wedding? Which one? 結婚は A ですか？結婚は A。離婚が B。Divorce？C が引退。OK、A。A。さあ、その離、こっちは？こっちは B。ちょっと、こっちはなんで B か聞いて。You got it, B ya。典故啦，唔係，因為如果係離婚啊，佢會錫得好含羞答答嘅，你啊。なんだって。鋭い。もし結婚だったらね、もっとねこうやってもう恥ずかしそうにするから、こうやって堂々とするっていうのはもう別れるんじゃないか。じゃあこっちのヒューイになんで A 選んだのか。 Why did you choose marriage? She looks happy。 とてもハッピーそうだったから。ハッピーそうだった。それはね、はっきり言ってね、こんなの知らなきゃ私たちだって間違いますよ。正解は B。 B。 私たちだってちょっと理解できない。悪かったですか。それでは第3問、第3問よく聞いてくださいよ。これはね、邦子に言っていただこうと思ったんですけど、まあいいや、すみません、私のごめんなさい。ある方のですね、泣いているシーンがもう涙がブルブル。ある結婚式でね、大粒の涙を流して泣いてる人がいるんですが、それどうして泣いてるのか。 A タイプ。A は娘が結婚したので泣いた。泣いている。後輩が結婚したので泣いている。 B は男を取られた悔しさで泣いている。じゃあ VTR をどうぞ。あ、なんだ、和田さんだ。お前な、後輩が結婚した C、 男を取られた。お前も先から泣いてるやないか。もう泣いてますよ。お前ら泣くなよ。ほんなら使って泣けへんやないか。ほあ、いやこれは楽しいだ。これは難しい。これ難しいだって困っちゃったね。 A 娘が結婚した、 B 後輩が結婚した、 C 男を取られた。さてどれでしょう。それどうぞ。 B or A? A。 揉めないで揉めないで。 A。 A ね。はい、 C。 C。 なんで C かまた聞いて。誰が私や。なんで C？ 我都不知點解。我睇。即係佢睇嚟好似好傷心個男仔係咁喎，個男仔。あのね、すごくね、もう悲しそうにね、その男の人の頭なんか撫でたりしてたから、きっと C じゃないかって。危ないぞ、危ないぞ。こっちはなんで A か聞いて。なんで A？ こっちはなんで A？ Because she's happy she got rid of her daughter。あのね、娘を嫁に片付けて、ああやれやれと思って泣いてるんですって。あんな大きな娘がいたように見える、いるように見える。あんな由美子ぐらいのあんた娘がいた。私はいくつなんだ、いくつ。あったら嫌いや、二人とも。B や、正解は。B、誰か。後輩、ゆいとはね、もう本当結婚して私あんな嬉しいことなかったの。相手がどうであれね、彼女はほら素直。いやいや、岩原も好きだけど、ほら素直、普通にね、普通の女の子になるって、ほら由美子すごいなんつうの、普通的な子だからさ。いや、参った。こういうのが出るとは思いませんでしたけど、もう思わず次のページをめくんないと分かんなくなっちゃって。強いですからね。では第4問です。第4問いきますよ。気を取り直して。次に日本で有名なアイドルタレントが3人出てきます。よーくご覧ください、よーくご覧ください。先にちょっと VTR を見てください。 Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations。はい、ここで問題出します。今度はね、丸か×で答えてください。日本ではタレントになるには国家試験が必要である。
国家試験が必要である。丸かバツ。手で手でやって手で。はい手で丸か丸かバツ。どっち？バツバツね。はいこっちは丸かバツ。無所有かも。どっち？バツ。両方バツ。両方バツだからやっぱり。これはやっぱり説明聞くまでもないでしょう。どこの世界にも国家試験が必要な芸能人っていないんじゃないですか。いないですね。ということで全員正解。正解はですねやっぱりバツです。Good, very good. Nice. さあ、最後ですよ。はい、最後。あ、一個負けてるな。次にお見せするのは、最近日本で封切られた映画です。映画。それではその中で一番ヒットした作品は A、B、C。どれでしょう。ちょっとよくご覧ください。これまずアクションですね。嵐を呼ぶ男。私が監視してちゃいけないって。こういうあの警察ってね、大変だもん。助かってる。助かってる。助かってる。そして、いいかもね。やっぱりやるようになった方がいいな。まだ、ビズ。C は、はい。サスペンス。怖いですよ、これは。答えを教えないでくださいよ。さあこの中で日本で一番ヒットした映画は ABC のうちどれでしょうか。さあどうでしょう。あ早く B は B を出している。 B は B を出してます。 A あのやっぱりマッチっていうのは香港でも有名だから、マッチも日本では有名だからそれが一番ヒットしたじゃないかっていう。これは言って分かったけどマッチとかは A でした。 A ね。そして Q はどうして。わかんないや。 YB? It looks rich。 とてもやっぱりね、あの撮影の画面がねリッチだからやっぱあれじゃないかと思います。あんな特撮ってねやっぱりね、向こうはあんまないのかもわかりません。でもね日本こっちは違うって、あのなんかこういうような特系みたいなわーっと壁が降りてくるの、日本の映画の中でいっぱい使ったからそれも受けないでしょう。なるほど。でマッチだからマッチだからマッチです。正解は言ってみましょう。日本で一番ヒットした英会話だって頭おかしいんだけど。映画は正解は B です。 B やったー。里見発見です。 B やったー。 I produced it。 一人ずつできたよかったです。ほらこうやって出てますけどね、このシーンやっぱり特撮ってのはすごいんだろうね。はい、勝ったチームにはですね、勝った数だけ、はい、みんなあこっちは一つ多いですけども、ペンギン持って帰って1です。あとペンギンライトもね持っていただきますけども、はい、こういう質問外国でやったことあるかどうか、こういうあのジョークでやるようなの。你有冇喺外国試過俾人哋咁樣訪問，咁樣即係玩用呢啲咁嘅方法玩 games？ 冇啊，冇。ない。ほとんどバカにしてる答えでしたね。こっちでちょっと聞いてくれます外国から。こういうジョークでやるっていう外国からゲストに来たら、やっぱりねこれは日本だけでしょうね。というわけで楽しいのにイスラエルとやりなよ今度から香港のお客様引き分けでございました。それではコマーシャルどうぞ。続いてはこちらの映画でございます。 Growing Up ね、はい、今度はベイビーラブっていうんですか。そうです。今回のグローニングアップはベンジー君がボビー君の妹のジニーとできちゃうというお話なんですけれども、相変わらず古き良きミュージックをバックに楽しくやっておりますね。この妹さん可愛いんですよ、すごくね。うん、おーすごい。あらどうしよう。まあヒューイ君出ましたね。映画の中でヒューイ君って大人っぽいですね。ね、うん、アクションシーンですね。私ねこの歌が好きなんだよ、うん、大阪で歌ってる時にねこの歌で覚えたの、まあしかしね、はい、あの今度妹さんと、うん、どんな感じ、やっぱりあの映画の中でだけどもそういうこと本当にあったら大変だね。それで9位はね、あの私初めて見たけどね、あのテレビより実物の方が痩せてるね。
than on screen. Yeah. ね、フォンダの方が可愛い。可愛い。あのね、撮影中たくさん食べるんですって。あのさ、わざと太るようにして。ああ、なるほどね。あのベンジーはやっとね、本物の、うん、どうした。ベンジーはプライベートはいかがですか。恋人ができましたか。Do you have a girlfriend? If that's for real, do you have a girlfriend? really? 本当？本当にいるの？ Do you have a girlfriend? みんなあのどういうタイプが好きなのかって。What is your type? What kind of type of girl do you go for?What type of girl do you like? What shall I do? What shall I say? この間彼とても shy なんですよね。どうしていいかわからない。あの普段ね、あの映画関係なしの時でも3人一緒に行動したりするんですか。When you're shooting, you're always together, good friends, all three of you. Sure. ああそう。でも一番おしゃべりはやっぱりヒューイ。You are the most, he is the most talkative one. Oh yeah. ああそう。じゃあ一番大きいだそうです。口が一番大きいから。三人の中ではじゃあ一番ボス的な存在なんだ。Who is the boss among the three?でもね、あの日本で同じ質問されたりね、同じこと聞かれると思うけれども、あのお二方ともね、こちらの方もぜひあの日本でいい旅をしていただきたいと思います。はい、ということでどうもありがとうございました。このグローリーナップ5なんですけれどもね、ベイビーラブは8月の4日から公開されます。土曜日ですから見に行ってくださいね。そしてもう一つはこの映画です。いやー本当にね、あっという間にもう今日はもう本当に時間がね、すぐ過ぎちゃって楽しかったですよ、もう面白かった、世界的な番組になってまいりまして、はい、ご複製、そしてベイビーラブ両方8月4日から公開ですから、皆さんぜひあの夏休みにはね、見に行ってあげてください。今日はどうもありがとう、Thank you。 私またアグネスで見直しちゃった、すごい楽しかったもんね、すごいよアグネスって、でもごちゃごちゃしてたね、ベリーナイスタイムでございました、ごちゃごちゃしてるんだ、そう、でもあのムービーナイラミーが、ね、さっきも言いましたけども、同じような質問されて申し訳ないけど、楽しい旅行して帰っていただきたいね、うんうん、またぜひ、うん、遊びに来てほしいって言っといて、うん、またね、どうも皆さんありがとうございました、もうすっごい楽しかった、陽一君もまた頑張ってね、彼らに負けないように頑張ってくる、陽一今度香港行きます、プレッシャーかかったと思うわけよ、それでは皆さんまたお会いしましょう、バイバイ。で今日はですね、あの私しゃべれませんので通訳の方を戸田夏子さんにお願いいたします。おはようございます。もう戸田さんと言いますと、今あの映画ご覧の方、洋画の方も必ずほら、あの翻訳戸田夏子って必ず出る、この方でございます。この方が実物でございます。今もう映画全部やってるじゃないですか。そんなことないです。そんなことないですか。戸田さんよろしくお願いいたします。ところで3人今なんか日本語でおはようございますなんてやりましたね。So you guys can speak some Japanese. Some of them say you just Ohio. Ohio. Right? What are the Japanese? 大好きです。わあ。ヒューイは大好きです。なんとなくうちのどういうさんに似てますが。続いてベンズイは？Any Japanese? ありがとうございます。ありがとうございます。真面目ですね雰囲気ね。はい、ボビー。愛してる。愛してるだったわ。やっぱり一番二枚目だから。あの映画の中でも性格上ね、彼一番ひょうきんでしょ。ね。You've always played the funny guy in the film. You play the handsome guy and you shy boy, right? そう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 。ね、だいたい決まってますよね。あのすごいんだヒューイのここが。ちょっとアップになりますかねここ。そう。It's almost breaking the show. No, don't worry. 大丈夫です。It's from dinner from yesterday. 昨日ね、美味しいご飯を食べたもんで。もうますます大きくなっちゃったんです。そう、トゥーマッチ、はい、いっぱい食べたのね。トゥーマッチ、ウェイトゥーマッチ。いやすごいんですわ、はい、今あのポスター映ってますけどね、well, これ3人とも The your new film, right?ね、レモンポップスナンバー5、yes. Yes. ベイビーラブ、ベイビーラブ、はい、第5作目でございましたね、今度は、yes. 1作目、2作目、3作目、4作目とどんどん当たってきてね、で、5作目でしょ、ね、All the five pictures was very successful in Japan, all of five of them. Yes, we know it. Yeah, 存じております。知ってるって、はい、あの彼らはイスラエルですね。はい、You came from all Israel, right?Yeah. Yes. Yeah. イスラエルで今一番稼ぎ頭じゃないかって、外貨獲得するのよ。The biggest star in Israel right now. Who? You are the biggest star in Israel now. He is. Ah, かな。イフタクさんがとても人気あるみたいですね。はい。外貨獲得頭だったから、だからあの政府から。You earn lots of foreign money into Israel, right? With the pictures. You are earning lot of money from your pictures.
making our living with it. Yeah, まあそうでございます。そうでございます。なかなか落ち着いたもんですね、みんな。私生活もあの映画と一緒かって、映画今映ってますけどね。生活も映画と一緒かって、ヒューイからまず聞いていきましょうかね。 Well, are you very much like a character you play in the film yourself? Part of it. You mean some baby love? Yeah. まあ一部は似てる部分もあります。もっと二枚目だって、私生活。 Perhaps you're more good looking than really. Thank you. Benjiなんてもうなんていうか女の子いっぱい来そうな気もするんですかね。 Are you the same character as you play in the film? Yeah, I'm a little bit different. ちょっと違いますと、ベンジーさんちょっと違う。あ、違う。なるほど、なるほど。映画であのオールデイズですけどね。あのだけど、私生活ではロックとかジャズとか好きなんですって。生活やっぱまた違うんですね。でも私生活と一致する部分なんかもいっぱいあるみたいです。さっきなんか女の子とくっぴったりくっついてる時なんかなかなかいいもんでございましたね。うわー、懐かしい、流れてきた。カスケーズ。僕らはもう懐かしくってしゃあない。戸田さんもそうですよ、懐かしいですよね。 ワイロンチュインバイタカーサランジュ、ちょっとみんな女の子呼んで。7月28日から公開ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっとサッカーみんな、あれなんだって、日本の女の子は気になってて、それでいい加減な返事しかしてないんだよ。これやってられないよな。そう、やっぱりいいね、いいね。ハッピー。 僕いないよ。戸田さんお願いします。7月の28日から風切りでございます。グロイングアップの第5作目ということで、ベイビーラブ。またあのこの顔はずらっと出てまいりますんで、今朝はどうもありがとう。サンキューベルマッチ。サンキューベルマッチ。サンキューベルマッチ。戸田さんどうもありがとうございました。いいね。 こんばんは、木村奈穂子です。お元気ですか？この夏は断然青春映画が中心なんですが、そんな中から、今夜は対照的な2作をご紹介したいと思います。まずはグローイングアップ5、ベイビーラブ。実は彼ら3人、主人公の3人が、この間来日したばかりでね、ストーリーの紹介の後は彼らのインタビューもお送りしますので、お楽しみに。それではグローイングアップ5、ベイビーラブをご覧いただきましょう。 今回もシャイなベンジー、ひょうきんヒューイ、プレイボーイボビーのおなじみ3人組が懐かしのオールディーズに乗ってバイクで颯爽と登場します。このイスラエル映画グローイングアップもシリーズはもう、かれこれ7年目にして5作目になります。前作の軍隊を舞台にしました渚デートのドタバタ騒ぎから、今回は一転してグローイングアップ初期のイメージに戻ったような、そんな感じなんですね。今回はなんと主人公のベンジーが 数いる女の子の中でもよりによってボビーの妹と恋人関係にあってしまうんですね。まあどんな女の子と遊ぼうと人のことは言えないが、妹にだけは手を出すなというボビーの厳しい忠告があるわけですが、秘密でデートを重ねる2人です。私も子供じゃないのよっていうジニーを相手に、ついついボビーの顔が浮かんでしまうベンジー、ちょっと辛そうですね。一方、2人の間のプラテニックラブに引き換え、プレイボーイのボビーはちゃっかり妹の友達をもてあそんで、すでに恋したばかり。同じ目に遭うかもしれない妹ジニーを心配して激怒してしまうんですね。さて、 2人の仲はどうなるでしょう。グローイングアップ5、ベイビーラブはまだまだ Japanese girl front. So why do you think you are so popular? I don't know. I really don't know. Maybe the audience find something that he can identify himself into my character. I mean, but I really don't know. あの、チャッチノイさんは、
ワイフがいらっしゃるんですって。はい。映画の中ではね、とってもいつもすごく面白い男性なんですけれど、実際はどうですか ？You're a very funny guy in that movie. You're acting or you are usual funny? No, I don't think I'm usual funny. You know, I can be funny sometimes. You know, I think so. I have a sense of humor. I think maybe.Not everybody thinks so, but I have some sense of humor. But I don't think I'm always funny because it's you know, I have everybody is has his mood, you know, and I have also my moods. But I believe it's acting, you know. Acting? Yeah, I think it's okay. It's also part of my personality of me, you know. But it's acting. ジョナサン・シール、今度の映画では特にあのジョナサンはプレイボーイだなと思ったんですけれど、you're playing a playboy in this movie. So you're a real playboy, I thought, in this movie this time. So are you so playboy in your life, usually? I don't know what the meaning of playboy is really. I mean, I don't think I'm as promiscuous as the character I play in the movie.In real life, I hope they don't think bad things about being a playboy. No, about Bobby. But I can't really tell you about my own character because just acting, he can't. You mean? No, I just no. I think that you see when he first came the idea of this subject, this lemon popsicle, the director.tried to bring three characters that will, you know, give a little, you know, view about different kind of people. You are a playboy or you're funny on your play? No, yeah. He's a playboy. I'm funny. He's shy. ということでね、はい、あの皆さん映画よく見に行くと思うんですけど、夏休みは映画に限ります。そうですね、はい、実は8月4日からまあロードショー公開されるんですが、ベイビーラブグアンナファイブ、この3人組が今日はお越しいただいてるんです。スペシャルゲスト、どうぞお入りください。9位の3人、それから通訳は戸田夏子さんにお願いいたします。戸田さん、よろしくお願いします。紹介してもらいたいと思います。そうですね、Jonathan。 ジョナサンです。はい、真ん中はヒューイさん。 My name is Tsafi Noi。Yeah, and I'm so big on the monitor. The monitor で全部太って見えるなって言ってますから自分で。スルちゃん似てますね。Now you have your contacts up there. Same. Nice glasses. Yeah. メガネがよくお似合い。ああ。日本の皆さん大好き。おお。大好き。それから最後の方はベンジー君の役をやっています。My name is Iftakh Katsour. Iftakh Katsour.でもね、キヨシさんね、はい、今度のね、そのグロインアップ5はね、あの彼のね、すっごい可愛いお嬢ちゃん出てくる妹ね、自分がプレイボーイのくせにね、その妹とね、ベンジちゃんがね、本当に恋し合うのよ。それはとっても可愛いのよ、ベビーラブだからね。それなら、お兄ちゃんがものすごくビジュアル。あ、そういうもんかもしれないね。あのこのように伺ってみますと、ちょっと映画の中をね見てみたくなりますね。まずはちょっとご覧ください。 I hear the cottonwoods whisper。 映画グローイングアップシリーズは今回で5作目。この映画、毎回ベンジー、ボビー、ヒューイのはちゃめちゃ3人組が懐かしいオールディーズヒットメロディーに乗って目いっぱい青春しちゃうんですよ。イスラエルで制作され、全世界の若者の胸に青春の思いを残したグローイングアップシリーズ、特にドイツ、日本で大ヒット。さて、今回は3人組がバイクに乗って登場。
ベイビーラブグローイングアップ5。 Hi there, Ruthie. Hi, Bobby. Come on, I'll take you for a spin. Okay. See you, Jenny. さて、この左にいる可愛い女の子がベンジー君が恋しちゃう相手。小森のおばちゃまがさっき言ってたボビー君の妹ジニー。さあベンジーとジニー、どんな恋のトラブルに巻き込まれるか。僕もね、ああいうタイプ好みなんですよね。 Watch out for the exhaust. Okay, hold on tight. Real tight.The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Crazy love. 50年代のヒット曲を満載、恋と涙と音楽に目いっぱい青春しちゃう Growing Up 5。君の胸にどんな青春を送り込んでくれるかな。皆さんあの試合ご覧になってましたけど、日本っていうのはいかがでしたか。 I'm in love with the place、really. とにかくね、日本に恋しちゃったって言ってるんですけども、とっても気に入って。 The food is great. とにかくご飯美味しいし、でも今こんなに食べてます。ご飯納豆食べられましたか、聞いていただきましょう。This fermented soybeans? No, you haven't. まあ食べておりません。でもね、羊羹はいただきました。羊羹。どうでした？食べたの？Did you like it? とても好きです。日本のお嬢ちゃんはどうですか？今日出演者の中で誰が一番可愛いかい？女の子の中で。おばちゃまも一緒に。Can't I take them all? No, just one. Just only one. Just one. It's difficult and embarrassing. 難しいし恥ずかしいしてて。ゆっくり後で考えていただきましょう。Okay. Okay. 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 Okay.私はグローイングアップのロケーションに使われたカフェモンテナに来ています。ここはですね、イスラエルのテルアビブにあるんですけれども、ちょっとイメージが違うんですよね。モンテナって書いた、ね、看板もないし、机もこんな感じだし、お客さんもちょっと寂しいという感じがするんですけれども、まあ映画の時はね、いろいろとデコレーションして雰囲気を盛り上げたみたいなんです。今日はですね、グローイングアップに出てきたベンジー君たち3人の家を訪ねてみたいと思います。気持ちいいです。ちょっと見てください、これお前みたいでしょ。でも実は灰皿なんですね。いろんなね、アーティスト作品というかオブジェというかね、そういうものがあるんですけどね、これなんかちょっと日本でも見かけますけどね、もう本当に素敵な部屋です。一体誰の部屋でしょうね。日本の皆さん、こんにちは。イスラエルに来てくださん、いいとこですよ、いいとこですよ。というわけで、ヨナタンさんのお部屋だったんです。彼の一番の宝物は自作の映画なんだそうです。 A short story by J.D. Salinger, an American writer. And it's a short movie of 15 minutes. And it's my very first movie that I direct. אתה תיכנס למים, זה רח ליפשיט? שלום ורדה, חיכיתי לך. מה חדש? אבא שלי בא מחר באווירון. הילי? כן? האם תואיל לי להופיע פה? かわいい方ですね。ヒリ、
is my faithful and efficient producer, production manager. I did a few Lemon Popsicles, six parts of Lemon Popsicle, and The Magician of Lublin, and Enter the Ninja. And recently I did a picture called Ambassador with Robert Mitchum. But still, I think from all the favorites, still Popsicle are the favorites for me. Arigato. Do itashimashite. Sayonara. お見せん、シャロン。No, no ring on your fingers. さあ、それでは、答えを。それでは正解をご覧いただきましょう。はい。יש לי מכתבים. וואה, אתה קצר. אני לא כך מבין, רוב המכתבים שאני מקבל הם באנגלית. בקיצור, את כל המכתבים, זה המכתב היחידי שקיבלתי ביפנית. זה... אז כן, אני כתבתי לתשובה, כתבתי לתשובה ביפנית, גם כן. תן לי שם את זה, את המעטפה. וזה התשובה שלי. אני מודה לכולם, שלחו לי מכתבים, ואני מצטער אם אין לי הרבה זמן לענות לכולם, אני משתדל לענות לכולם, ואין לי גם תמונות לשלוח לכולם, אז אני מצטער גם על זה, ותודה. でもファンの人はとっても嬉しいですよね。ロマンチックなんですね。一人ずつね、ごひいきのね、自分以外の外国さん。My idol is still Jean Moreau. Jean Moreau。おばちゃん、おばちゃんも呼ばれて。From the old generation, I like very much Catherine Hepburn. Catherine Hepburn. I think Dustin Hoffman is very good. Dustin Hoffman. Ah, but you look on. And she hopes someday you will make an appearance in Japanese films. You have chance and offer. You made a little bit of a lame speech. Pinky, did? Japanese 表金族いつでもどうぞ。はい、というところで8月4日の日本では公開されます。グロインアップの5をぜひと皆さんでご覧いただきたいと思います。今日はありがとうございました。わかるじゃん。いただきまして、でも山本さん、イスラエルってどんなイメージですか？そうですね、はい、やっぱり歴史的な国って言いますかね、古い国のようなイメージがあります。ただ さっきのね、グロインアップの映画であるとか、はい、彼らが出てきますと非常に新しいっていう気もしますね。そんな感じしますね。はい、これこのイスラエルの国旗なんです。あ、そう、ね、知ってました。珍しいですね、やはり日本ではあまり見ません、ね、うん、それではですね、はい、今日は3人もせっかく来ていただきましたので、はい、イスラエルをもっとよく知っていただこうということでレポートしてまいります。過去と現在が鮮やかなコントラストを見せているエルサレム。イメージぴったりですね。ここは自らの運命の回復を祈る嘆きの壁。男は祈るときには必ず帽子をかぶるそうですよ。奇妙なこの声は祝福の表現だそうです。歴史と神秘に包まれた静かな佇まいのエルサレムと言っても一っ子一人いないじゃありませんか。どうなってんのかな。実はこれ模型だったんですね。昔のエルサレムの街なんですけれども、ちゃんと石で作ってあるの。これもほら木なんかも植えてあったりしてね、よくできてるでしょ。これからですね、私はグローイングアップの3人の皆さんにも手伝ってもらってですね、映画の舞台になったテルアビブの街へ行ってみたいと思います。お願いします。びっくりしました。地球を歩いて歩いて世界のわかるっちゃ。本でしか知らない国、もう一つのヨーロッパ。これが今のイスラエル。地
中海に面してるせいかヨーロッパに来たみたいな雰囲気。びっくりしました。日本で考えていたイメージとは全然違ってナウィンです。テルアビブのディスコにやってきました。せっかくですからね、部屋で行きましょう。部屋で一緒にお願いできますか。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。入り口もあっさりしてましたけど、中も日本と違って実にシンプル。でもブレイクダンスは流行ってませんでした。テルアビブにある世界一のダイヤモンドの取引所。普通は取材させてくれないんですけど、今回ヨナタンさんが紹介してくれます。この粒も全部ダイヤモンドなんですって。まあ、やっぱ חתיכת הזכוכית הקטנה הזאת שווה בערך $20,000 כמו שאתם רואים אותה. היא באה מכאן, מבורסת הירומים הכי גדולה בעולם, בתל אביב. למקום העסוק הזה מגיעים אנשים בערך מ-100 מדינות בעולם, שזה הרבה מקומות, וביום אחד לעשות כאן עסקות $25 מיליון יותר. המקום הנפלא, הדבר הנפלא במקום הזה, זה שכל העסקות נעשות בלחיצת יד בלבד.今度は小学校にやってきました。手の上げ方がちょっと変わってますね。着てる T シャツ、これは一応制服なんですって。今このクラスの子供たちが日本のことを勉強してるらしいんだけど、ちょっと見てみましょうね。こんにちは。大勢いますね。いつもはね、この半分なんですよ。でもカメラが来るって言ったらね、隣のクラスからも集まってきちゃったんです。ここでね、みんないろんなこと調べてるんだけど、ノートが面白いんですよ。見てください、庭の心。どこから探してきたんでしょうね。桜とかね、いろいろありますけれどもね。これはサッカー、これは東京の地下鉄の地図。どこから探してきたんでしょうね。日の丸ですね。こちらの言葉でやっぱって言って日本のことらしいんです。地図もあるんですよ。自分で書いたんですね。上手に書いてますけどね、人口だとかいろんなことをいろんなところ行って調べてるらしいです。でどうしてもね、こういう電気製品とかね、そういうコマーシャルっぽいものが多くなっちゃうみたいなんですけどね。これなんですけどね、ちょっと見せてね。ほら、漢字でちゃんと日本、こっちはヘブライ語の意味ですね。ちょっと東京は京都になってますけどね。いろいろ珍しい字もありますけれども、非常によく勉強してるんですよね。もうイスラエルの子供たちっていうのはこうやって日本のことをいろいろ調べてくれてるんだけど、私なんかイスラエルのこと全然知らないんですよね。なんか悪いような気がしますけどね。ダイヤモンドサインと契約書なしに握手、握手だけで、ほんなポケットなんか持って帰れ持って帰れってなったので、イスラエルのこと知らない分、私たち日本も他の国から日本の昔のことしか知られてませんもんね。だからやっぱり外国から日本見るとちょんまげで、そうですね、刀っていうのは私たちもやっぱそれぐらいイスラエルのこと知らないかもしれないね。だからこれを機会に皆さんに知っていただきたいと思いますが、それではですね、司会から問題を出します。エルサレムからは1200メートル、地中海よりも400メートルも低い、世界で一番低いところにある湖、スカイデッドシー。お待たせしました。日本の皆さん大好き、コカガスカイです。お待たせしました。日本の皆さん大好き、ここが司会です。塩辛いです。あ、
甘い。どうかなんとか揉めちゃってるけど、当然塩辛い。ほらほら、ご覧の通りみんな浮いちゃう。キウイくんだって大丈夫。おっとっとっと、でも気持ちよさそう。ベンジーくんとボビーくんが体に塗っているのは視界の泥。これ健康にいいんだって。視界の広さは約の 1.5 倍。1リットルの水に 340g の塩が含まれているんですって。視界の南の方ではこの時期こんな風に塩が結晶してしまうんですよ。うわー、すごいですね。ヨーロッパからアフリカへ渡る渡り鳥が視界を普通の湖と間違えて降りてしまったりすると、こんな具合に無残な姿。うわーすごい。でも視界に含まれている天然のミネラルは薬で治りにくい病気まで治しちゃうということで、現在ではこの辺りは保養地として人気が出ています。ヨーロッパからのお客さんが多いそうですよ。さてグローイングアップの3人、まだ視界に入ってますけど、塩分が濃すぎるのでせいぜい15分が限度ですよ。ではここで問題です。死の湖と言われている視界、もちろん生き物はおりませんが、現在イスラエル政府は視界を使ってあることを始めています。さてそれは一体何でしょうか。政府が大掛かりなことをやってるわけでしょ。そうですね。しかしあの生き物はもちろん住めない。はい。おお、ここ早いですね。国がやることだね。じゃあそれではあちらの方から、はい、はい、どうぞ。国がやることですからね。ちょっとまともなことまともなことなんですね。これはね、あの視界の水を使ってですね、電気を起こして。どうしてあそこで電力が。塩を取るときに水を沸かすと、なんとなく、ね、ある圧力ができるんですね。エネルギーが。じゃあお隣に参りましょう。塩を作ってですね、国でやってることですからね。で塩を作って、それを日本の相撲協会に売って。はい、こちら。生き物が住めないんです。それを住まそうとするのは政府の考えなんです。住めないところに住まそうという。なるほど。寝直りしてますからね。鮭の養殖。そのまま鮭じゃなしに塩鮭が出来上がってくる。私はですね、うん、ダイヤがさっきありましたから、今度パールで真珠じゃないかと思ったんですが、ジュリちゃんが洗濯だって言うんです。政府を挙げて洗濯するか。国を挙げていいんだよ、洗濯。おかしいでしょ。それでは一つ正解をご覧いただきましょう。ここがその秘密の場所です。実は視界の水の温度差を利用して発電が行われているんですね。視界の底の方の水は塩分が濃いので太陽熱を吸収して水温は90度にも達するそうです。上の方の水とは混ざらないので特殊タービンを使って発電するというわけですよ。お見事、お見事。それでは、ナイスミドル熱愛カップルにはこちら、まゆちゃんとりゅうちゃんが持っています消しゴム写真。この消しゴム最も多く獲得したチームには素敵なワカルチャープレゼントが待っていますよ。お見事でございました。はい、ありがとうございます、はい、さあ次はですね、今日は8月1日ということで、はい、はい、いろいろこう水にちなんだね、はい、話題も出てまいります。ワカルチャープレ、参りました。ザ・日本の味、長い歴史と伝統に育まれた美味しさ